連れてきてくださったご夫妻の佇む姿を見て、ついこの曲が頭の中に。まあ現実はものすごい風。それでも朝一番の海を目指して出発します。飛び立つとやっぱりこの音楽のこの光景、風車が全部回っているのも珍しいですよね。波もそんなに気にはなりません。早速ドローンに近づいてくるスナメリがいます。5年越しの付き合いになるカズオです。しかしこの強風、噴気がかからないようにその都度角度を変えなければなりません。うおー、実はこんな状況が10分ほど続いたのです。続いてヨシオお母さんと赤ちゃんです。赤ちゃんずいぶん大きくなりました。ヨシオお母さんの産後太りも多少解消したようですね。挨拶に来てくれたところで、今回真っ先に向かいたかったのは遊び場横の雨持ち帯。ここにアオリイカたちが来ているのです。今日はこの繁殖の様子をなんとか水中から捉えてみたいと思っているのですが、荒波です。5 4 3 2 1。Thunderbirds are go. やっぱりヨンダーバード4号頼りになりますね。強力な推進力でアオリイカたちの中へと入っていきます。ちょうどこの辺りが雨持ち帯。ここでアオリイカたちが産卵を行っていたはずです。40センチを超すヨンダーバード4号よりも大きい個体もいます。水中にもアオリイカたちが映っています。波で濁りが入ってしまっているのがもったいないですね。このどこかに卵が、お、カップルがいましたよ。点々のついてる方がメス、短い横線がオスです。なんとか卵塊を見つけたいのですが、お、卵を産もうとしているメスを発見しました。場所を決めかねているようです。必ず近くにオスがいるはずです。ん？下にやっぱりいますね。オスの方が少し大きいようです。うわー、綺麗。上がメス、下がオスです。まさかこんな綺麗に撮影できるとは思っていませんでした。ヨンダーバード4号やりますね。というか、
ご夫妻の奥様と二人で大奮闘だったんです。疲れました。上に上がってみると、この姿はゴミではないようです。この時期ちょうど産卵に訪れているアカウミガメのようです。まだこちらには気がついていません。アオリイカを狙ってやってきたのかもしれません。下を向いた時が近寄るチャンスです。今だ。おお、立派な赤ウミガメです。あの目線の先にはやはりアオリイカでしょうか。まだこちらに気づいていません。ようやく息をして潜っていきました。ここ身近な海なんですけど、帰り道路脇にかぼちゃの花が咲いていました。こんなに綺麗だったんですね。この音楽にぴったりです。ん？そっか、違った。これソフィア・ローレンさん主演の映画ひまわりでしたね。まあまあ、道を隔ててトウモロコシがこんなに大きくなっています。この辺りのトウモロコシは甘くて美味しいんですよ。もう夏がやってきましたね。